はい、遠野江です。それでは今日はいい鬼の研究ということで、横綱北の海を取り上げてみたいと思います。と言いますのも、この間の鬼の研究の中でですね、草津大権現という存在が、横綱北の海なんかもこの取り組みの時の目はあれは鬼だというふうにおっしゃったんですね。で、まあ、それに応えて、総裁補佐もですね、あの精神が素晴らしいっていうふうにおっしゃってて、で、実はそれにはですね、その前の段階のある出来事があるんですね。まあ、まず近くでは、去年の頭ぐらいに総裁、大川総裁が説法の中で北の海のことについて触れられてるんであります。その時おっしゃったのは、もう横綱ぐらいになると単に相撲が強いだけでは不十分で、人間的にも立派でないといけないということで、横綱北の海などはですね、まあ5年前に霊言を取ったんですけど、人間的にも立派で、もう亡くなってからまっすぐに結構高い世界に変えられたっていうふうにおっしゃったんですね。で、しかも、その、人生に関してある程度人に指南できる力があると。宮本武蔵の五輪書みたいなところがあるということでですね、まあ、人生全般に関わってる。まあ、実はですね、この方の過去世は宮本武蔵と少し関係のある方だったみたいなんですけどね。まあ、後で明かしますが。まあ、そういうふうな話があったのと、それからその5年前に実際に取られた霊言ですよね。北の海、理事長だったんですけど、相撲協会の。亡くなられて3週目に大川総裁のところにいらっしゃってですね、で霊言されたと。で、まあ、大講演会の前でもあったので、まあ、少しですね、こう、遠慮していただきたいっていうのが最初あったんですが、出してこられたテーマがひたすら勝負に勝つ方というのがあってですね、これにまあ大川総裁心を動かされたとおっしゃるんですね。というのは、何千回も大講演会説法に立つ時の大川総裁の心境もまさしくそれに通じるものがあったからだ。そういえばですね、1989年に伝説の講演と言われている悟りの極致とは何かというのがですね、両国国技館で行われたんですね。私も現場に行っておりましたが、これはものすごい気迫の講演会で、本当聞いてて魂が吹っ飛ぶような気がしたんですけど、その時登場してすぐ、今日は四股を踏んで出てきましたっていうふうにおっしゃったわけですね。だからやっぱりこう大相撲の横綱のこの気迫に通ずるものをですね、ご自身の中にも感じておられたということで、まあ、大川総裁はその霊言の前書きでですね、これ日本国民全員に聞かせたい人生の指南書であるというところまでおっしゃっててですね、これも絶賛に近いものだと思います。まあそういう風な方であって、しかも、その、取り組みの時には鬼の目をしておられると。だからちょうど今、鬼の研究というのが進んでいて、ちょっとこう違った、本物ではない鬼もたくさん今日本にばっこしてるみたいですので、では本物の鬼とは一体どういう存在なのかということを知る上でもですね、まあこの、研究してみる意義があるんではないかというふうに思ってるわけであります。で、ひたすら人生の勝負に勝つ法として説かれたものいくつかあるんですけど、私が特に今日お伝えしたい、まあ、3つほどに絞り込んでお伝えしたいんですが、まず、北の海がおっしゃるにはですね、人間には神様から与えられた一つぐらいは何か才能があると。そのわずかな才能を磨き込めと。磨き込んで、鍛え込んで、精進を続けていくと、やがて頂上が見えてくるというふうにおっしゃるわけです。
だこれは勇気の出る教えですよね。実は北の海親方も器用なタイプでは全然なくてですね、器用どころか中学校の時の成績はオール1だったっておっしゃるわけです。体育ですら1だったんだと。だから普通の人がやるようなスポーツは全然できんかったと。ただ自分には突進力があると。この気迫による突進力ですね。これが北の海親方のコアコンピタンスなんですね。まあ、これは経営用語ですけど、最も強い、一番の自分の強い中核になる力という意味ですが、コアになる力。で、ここをとにかく磨き込んで、鍛え込んで、精進してるうちに、やがて日本一のトップが見えてきたと。強いものばっかりが集まる大相撲の中でもトップを取ることができるんだということですね。まあですから我々もこれを生かすとすれば、さて自分の中に神様から与えられた何らか才能はないのかどうか、必ずあるとおっしゃるわけです。必ずその与えられた才能というのがあるので、その部分をですね、磨き込めと、鍛え込めと、精進を続けようと、そして頂上を目指せと、まあいうふうな哲学がここで言われてるわけであります。大変魅力的だと感じました。それから二つ目ですね。これがまあ今日のメインなんですが、横綱たるものは自分の相撲を取って勝てというわけですね。これはですね、私もお相撲さんが勝利者インタビューをするときみんなこの言葉を言うんですね。これからどうしていきたいですか？自分の相撲を取るだけですと。みんな言うんですけど、これは、この北の海親方のこういうこの信念のところに縁源があったんじゃないかなというふうに感じてるわけですね。まあこれも後で紹介しますが、北の海親方は過去世においても日本で一番強い横綱、まあ力士だったわけですね。まあそういうことで自分の相撲を取って勝つ。それはさらに言葉を変えて言えば、自分の型に相手を吸い込んで倒すっていうふうに言ってるわけですね。これもちょっと禅問答に近いんですけれども、その意味とするところはですね、横綱たるものは、その姑息な勝ち方をするんじゃないと。例えば弱者の兵法といって、相手の弱点を研究して、なんとか裏を書いて勝とうとするとか、いうような勝ち方は横綱の行く道ではないんだと。横綱というのは、自分の己の相撲をひたすら磨き込んで、そして正々堂々と勝つんだということで、まあ、この言葉はですね、深いものがございます。で、私もですね、実は格闘技というのを見るのは好きな方なんですが、格闘技の中にも、この対戦相手を研究するというところに重きを置かなくなる人たちがいるんですね。ある程度は見るけども、もう、あとはもう自分の戦い方をやるだけだと。で、これがなかなか大一番のこの勝負では難しいわけです。なかなか自分の力がこの従前に出し切れずに、ただただ相手に巻き込まれて負けていくということがですね、多いわけですね。気迫と気迫がぶつかって、そしてここ大一番で緊張度も高まったところではですね、自分のなんだいいところが出せないままに負けていく人が実は多いんですね。しかし横綱はそうであってはならないと。どんな場所であってもとにかく己の相撲を取り切ると。取り切って勝つと。これが横綱なんだということでですね。私もここはなんか、大きな感銘を受けました。確かに経営上、こう、弱者の戦法というのがあってですね。これはまあ、相手の弱点をよく研究して、そこを突くと。桶狭間で、信長勝ったみたいな勝ち方ですけれども、それとは別に、横綱相撲というのがもう一個あってですね。これが実は、結構強いんだと。本当に強いのはこっちなんだと。まあ、いうことをおっしゃってるわけですね。まあ、そこで思い出したのは、昔、お殿様がある武芸者を自分のところに呼んで、お前の極意を見せてみようというふうにおっしゃったことがあったと。その時に、はい、わかりましたと言って、
襖というか、まあ、なんていうんですか、襖のこの、下のこの板みたいなものがあるじゃないですか。その上をスタ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 と歩いてみせたそうなんですよ。で、はい、これが極意でございますと言ったから、お殿様がいぶかって、どこが極意なんだと。そんなものは誰だって歩けるじゃないかと言ったら、はい。今この大広場の上のこの一枚の板の上を歩くのは誰にでもできるでしょうと。ただもしこれが先人の谷の上にかかっている一本の細い橋として今のように渡れるでしょうかと。これが渡れるのが極意でございますと。まあ言ったわけですね。だからどんな大勝負でも自分の歩き方で普通に歩いてみせると。これが一番強い極意であってですね。大勝負になってこの1000メートルもある上を歩かされたらいきなりもうブルってしまっていつも通り歩けないようであればこれはまだまだ修行が足りないんであると。まあこういう意味だと思うんですけど。まあそういったものにも通ずるものがあると。まあだから要するにまあ一芸を磨き込んで自分の相撲にしてこれで勝っていく。これが横綱なんだということがですね。これがひたすら勝負に勝つ真髄なんだというふうに説かれたわけであります。それから三つ目ですね。これはスランプの時どうするのかということで、やっぱり横綱であっても負けが込む時があると。なかなか、勝てなくなってきて、こう調子が落ちてくる時があると。そういう時さてどうするか。その時は基本に戻って、その基本のところをもう一回鍛え込めと。これがスランプ脱出法であるというふうにズバッと説かれるんですね。でこれもやはり岩畜の深い言葉だと感じました。だから、まあ、ここで北の耳親方が出されたのは、ひたすらもう一回股割りをすると。両足をこう開脚することで、そこでこう、足が、この柔らかくなってですね、開脚できるところが下半身の強さ、粘りになるんですけど、そういうところからもう一回やれとか、あるいはまあ、四股を踏めとかですね、肩で突き押しのこう、型に入れっていうふうなことなんでしょうが、そういうところに入れと。まあ我々で言えばですね、考える力が、これがもう全てですから、もう一回この考える力、探求する力、こういったところに戻れというふうなことを思い浮かべましたけれども、まあそれぞれいろんなジャンルで最も基礎になるものがある。そこにもう一回帰って、そこが緩んでる可能性があるから、もう一回鍛え込めと。そこからスランプというのは脱出できるんであるというふうなお言葉でありました。まあこの三つどれもですね、実際に勝ち続けた大横綱の言葉ですね。横綱在位、確か64場所、これ歴代2位ですね。それから優勝回数、幕内優勝回数24回。これも歴代で確か5位ぐらいですね。それから32連勝。やった方で、そしてさらに北の海部屋を創設して、最後は大相撲協会の理事長までなられたという方の言葉ですから、重みがございます。で、この方の過去世は一体誰だったかというと、これが江戸期のですね、最も強かった力士と言われた大伝だったわけですね。身長確か196センチ。で、あまりに強くてですね、もう、雷電に関しては、突き押しと、張り手は、これ、禁じ手にしたと。これやってしまうと、相手がもう壊れちゃうんで、もうそれを禁じ手にしてでも強かったというぐらい、勝率9割6分という、信じられないぐらい強い力士がいたんですが、この雷電が過去世であったと。で、雷電、雷に打つっていうのは、いかにも鬼の力に近いですよね。まあ、宇宙存在で言えば、ヤイドロンさんが、この電撃一閃のお力をお持ちですが、そういったものがあって、大川総裁も確かにこの北の海関には一種のフォースがあると。だから悪霊とか悪魔とか生き霊が来ても一発で跳ね飛ばしてしまうような力があるということで、雷電であった。それからもう一個、過去世においては、やはりこの武士道の中でですね、宝蔵院といって、この槍の名手であったということが明かされたわけです。宝蔵院はですね、
宮本武蔵が一時、この対決をした相手の中にも宝蔵院っていうのがいるわけですね。だから宮本武蔵のライバルでもあられたんじゃないかと。そういうご存在であって、だから、この、相撲をするときに、この、相撲っていうのは礼儀、神道の礼儀をこう、重視して、何度も塩を巻きながら退治して、だんだん気合を上げていきますよね。あの時に、もうこのビリ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 来ていたと。日本神道系のですね、神々の世界から、このビリ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 電流のものようなものが来ていて、そういうものでボルテージが上がったところでいざ立ち合い。そしてまあ30秒で勝負がつく世界。こういったものを勝ち抜いてこられたということでありました。まあということでですね、人間としては最速で幸福の科学指導霊団に入られたそうなんですね。亡くなって3週間にてもう幸福の科学指導霊団。まあそういうことで我々の模範にするに足る方であると思うし、まあ鬼の世界ということであれば、いい鬼の代表的な一人であると言えるのではないでしょうか。まあということでですね、今、鬼というものがですね、邪悪な方の鬼も相当世の中に跋扈してきて、この秘密の方の中で、霊性革命をしようというときに、間違った鬼の世界、霊と言っても間違った世界も広がろうとしている中でですね、正真正銘、本家本元の鬼とは一体どういうものであるかということを今日は学ばせていただきました。まあその上で、ひたすら人生の勝負に勝つというのがエル・カンターレもそのように考えておられるということでしたので、我々自身もこの勝負哲学を自分のものとして、これから伝道に邁進していきたいというふうに思いました。今日は以上です。ありがとうございました。